エストニア、エストニア共和国、エストニア共ウアー国、通称エストニア、は、北ヨーロッパの共和制国家、EU ・ NATO ・ OECD の加盟国、通貨は、ユーロ、人口は134万人、首都は、パリンである。フィンランド、ロシアと共に、フィンランド湾に面する3つの国の一つで、湾を挟み、フィンランドから約 90km 南に位置する。また、 バルト海東岸に南北に並ぶバルト三国の中で最も北の国でもあ。国土は北はフィンランド湾、西はバルト海に面する。南はラトビア、東はロシアと国境を接する。面積は九州本島の1.23倍。地形は平坦で最高標高318メートル。国連の分類では北ヨーロッパの国である。 中世半座都市として栄えた港湾都市でもある首都のタリンはフィンランドの首都ヘルシンキ、ロシアのサンクトペテルブルクと同じくフィンランド湾に面する主要都市の一つである。特に 85km 北に位置する対湾のヘルシンキとの往来が活発である。の上位国であり、公用語はエストニア語。複数の言語を話せる国民が多い。また、スカイプを生んだ国であり、 外国の IT 企業の進出も多く、ソフトウェア開発が盛んである。早期の IT 教育や国際学力調査で、欧州の上位国としても知られる。13世紀以降、デンマーク、ドイツ騎士団、スウェーデン、ロシア帝国などの支配を経て、第一時代、1次大戦中1940年、 ソビエト連邦が占領。翌1941年独ソ戦で、ナチスドイツが占領。1944年ソビエト連邦が再占領し併合。1991年同連邦より独立を回復。2004年 EUNATO に加盟。2008年 NATO のサイバーテロ防衛機関の本部所在国となる。エストニアは IT を行政に活用する電子政府を構築しており、 国外の外国人にもインターネット経由で行政サービスを提供する電子居住権 e レーザ電子制度に1万5000人以上が登録してる。この制度は投資を呼び込むとともにエストニアに好意的な人を世界で増やしてロシアに対する抑止力を高める狙いもある。正式名称はエストニア語で略称日本語表記はエストニア共和国通称エストニア 現在のエストニアの地に、もともと居住していた、エストニア族、ウラルゴ族と、外から来た東スラブ人、ノルマン人等との根血の過程を経て、10世紀までには、現在のエストニア民族が形成されてい。13世紀以降、デンマークそしてドイツ騎士団がこの地に進出して以降、エストニアは、その影響力を得て、タリンが、ンザ同盟に加盟し、海上交易で栄えた。ただし、 その後もスウェーデン、ロシア帝国と外国勢力に支配されてきた。1917年のロシア革命でロシア帝国が崩壊した後自治獲得の動きが高まり間もなく独立運動へと転じた。1918年2月24日にエストニア第一共和国の独立を宣言。その後はソビエト連邦やドイツの軍事介入を撃退して独立を確定させた。 1921年には国際連盟にも参加したが、1940年にソビエト連邦に占領され、その後、独ソ戦で1941年から1944年まではナチスドイツに占領されたが、第二次世界大戦末期の1944年にはソ連軍に再占領され、ソ連に併合された。ソ連崩壊直前の1991年に、 独立回復を宣言し、同年には国際連合にも加盟した。1994年8月31日にロシア軍が完全撤退した後、西欧諸国との経済的、政治的な結びつきを強固にしていった。2004年3月29日、北大西洋条約機構、NATO に加盟した。さらに2004年5月1日には欧州連合、 EU に加盟している。ロシア連邦との間に国境問題が存在するが EU 加盟で棚上げになっている。2007年4月27日、撤去事件を機に聖動の夜と呼ばれるロシア系住民による暴動がタリンで起こり、ロシアとの関係が悪化した。同時にロシアから世界初の大規模なサイバー攻撃、d d ード攻撃が行われ、 国全体で通常時の数百倍のトラフィックが発生し、エストニアのネット機能が麻痺した。これを機に、翌年2008年、NATO のサイバーテロ防衛機関である、NATO サイバー防衛協力センターがたりに創設された。ソ連とナチスドイツによる占領と抑圧を受けた経緯から、釜と土と針十字の使用と形容は、2007年施行の法律で禁止されている。 2014年2月18日、ロシアのラブロフ外相とエストニアの外相は、旧ソ連時代の国境線に従って、両国国境を確定する条約に調印した。領土について、一切情報しないという姿勢のロシアと、早期の国境確定を促す EU や NATO に押され、エストニアは、ペツェリ地区への主張を放棄することになった。政体は、共和制。議会、リギコグ。 リーギコグは一員制で、任期は4年である。大統領は議会によって選ばれ、任期は5年である。2007年2月26日から28日に、世界で初めて議会選挙に関して、インターネットを利用した、電子投票を行った。電子化が進んでおり、議会への出席時にノートパソコン等の電子端末持ち込みが自由であり、かつ、 インターネットでの議会出席も許可されているため、議論への参加や投票の時以外は、議員が議会へ直接実際に出向く必要もない。政府が発行する個人 ID カードは15歳以上のエストニア国民のほとんどが持っており、行政サービスのほとんどが個人端末から済ませることが可能である。また、この ID カードは運転免許証や、 ショッピングの際のポイントカードとしても機能している。役所などでは人員や紙などのコストが4分の1、窓口の人員は10分の1ほどに減らすことが可能になった。フランスと同じくエストニアは欧州連合 EU 加盟国中で朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮と国交を結んでいない国である。陸海空の3軍のほか 共同防衛部隊としてのケイトセリートを有する。NATO に加盟し、欧米諸国と同盟関係にある。国際貢献として、アフガニスタンやイラクにも人員を派遣した。また、徴兵制度により18から28歳の男性は、8から11ヶ月の兵役に努める。エストニア軍は、第一次世界大戦後の独立に際して、創設されたが、 第二次世界大戦以降はソ連への併合による赤軍の駐留やドイツの占領に伴う反共義勇兵の教室などが行われていた。現在のエストニア軍は1991年の再独立に伴って再創設された。15の県に分かれる。なお、括弧内はある程度流通していると思われる日本語の関与読みである。 南のラトビアとの国境線は二百六十七キロメートル、東のロシアとの国境線は二百九十キロメートルあり、フィンランド湾に面する、北の海岸は主に石海岸からなる。国土の最高標高地点はスールムナマギ、大きな卵の丘で、標高三百十八メートル。千八百十二年に最初の展望台が建設され、現在、展望台は五つあり、東に、 ロシア領、南に、ラトビア領が望める。1、左地図参照。首都タリンから、フィンランド湾の北の対岸フィンランドの首都、ヘルシンキまで 85km、同じく湾の東欧ロシアのサンクトペテルブルクまで 350km で、ある。最大の湖は、東部のペープシコで、面積は、琵琶湖の5.22倍、湖の中央には、 ロシアとの国境線がある。国土の50.5%は森林となっている。ペープシコからタルトに次ぐエストニア第3の都市ナルバ、ロシアとの国境の町を経て、フィンランド湾に流れ込むナルバ側は、エストニアとロシアの国境線となっている。リボニア体験騎士団、ドイツ騎士団、スウェーデンロシアの支配を経験したため、市町村に複数の名称がある。 IMF の統計によると2013年のエストニアの GDP は187億ドルである。一人当たりの GDP は18,852ドルで EU 平均の34,000ドルの半分強ほどではあるがバルト3国の中では最も高い。エストニアの経済状況はバルト3国中で最も良好である。フィンランドから高速線で1時間半という立地と 世界遺産に登録されたタリン歴史地区を背景に近年は観光産業が発達している。1年間の観光客数は500万人を超えるとも言われる。その他にも IT 産業が顕著で最近ではイーストニアと呼ばれている。ヨーロッパの IT 市場においてオフショア開発の拠点となっており IT 技術者が多い。ヨーロッパではハンガリーに次いでハッカー。 単に高度な IT 技術を有する人物を指す語であり、その技術を反社会的に利用するクラッカーとの違いに注意が多いとも言われる。また、アメリカの大手シンクタンクヘリテージ財団による経済自由度指標では、世界第13位、2009年現在にランク付けされており、政府による経済統制はほとんどないとされる。すなわち、エストニアの経済構造は、 近隣の北欧諸国のような市場調整型ではなく、アングロサクソン諸国、アメリカやイギリスのような市場法人寄りである。このような構造で好調な経済成長を遂げている、小国の例に、アイルランドやシンガポールがある。通貨は、2010年までクローンを用いていたが、一度の延期、2007年を経て2011年1月1日に、ユーロへの移行が完了した。 1999年のユーロ導入以来17、過酷目で旧ソ連圏から初めてユーロ圏の一員となった。2010年にはイスラエル、スロベニアと共に OECD 加盟国となった。住民はフィンウゴル系のエストニア人が69.7%、ロシア人が25.2%、ウクライナ人が1.7%、ベラルーシ人が1.0%、 フィンランド人が0.6%、その他3.8%である2011年。1989年のソ連時代は、エストニア人61.5%、ロシア人30.3%であった。ソ連からの独立後、国内に残った残留ロシア人の問題を抱えている。全人口のセントが、ロシア連邦国籍セントが、 無国籍者、大多数は民族ロシア人である。国語、公用語である、エストニア語は国民の68.54%の母語であり、フィンランド語と同じく、ウラル語族の言語である。ロシア語を母語とする人は29.60%を占める。特にシトッタリンでは46.7%と半数近く。 ロシア国境に位置するナルバでは93.85%と大半がロシア語を防護とする住民で占められているなど都市部では実質的なロシア語圏の様相を持っていると言えるが公用語にはなっておらず看板、広告等でのロシア語表記は制限されているがテレビやラジオなどではロシア語放送があるしかしながら若年層のエストニア人の間では独立後には ロシア語教育が必須でなくなったことから、英語が話せてもロシア語を話すことができない人が急増しており、ロシア語系住民はエストニア語が苦手である、と、両者の断絶が続いている。このように、ロシア語系住民との融和が大きな課題としてのしかかっている。その他、フィンランド語、ドイツ語、英語、スウェーデン語が比較的よく通じる。宗教はフクイン、福音ルター派。 聖教会など、キリスト教圏だが、歴史的な問題により、国民の信仰は、比較的薄い。国際的に著名なクラシック音楽、現代音楽の作曲家には、エドワルド・トゥビン、ベリオ・トルミス、アルボ・ペルト、レッポ・スメラ、エリッキー・コールス・スベントゥールなどがいる。指揮者では、パーボーイ・アルビが2015年から、NHK 交響楽団の主席指揮者を務めており、 父のネーメイヤルビも国際的に著名である。エストニア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。